はい、皆さんこんにちは、トライクたかしです。今回はですね、視聴者の方からトライク 210cc は普通免許で乗れるのかっていう、ね、質問をいただきました。トライクのメリットとしては、まあ、普通免許で排気量関係なくトライクが乗れるっていうことが最大のメリットとなりますので、トライクに乗りたいと考えている方はですね、まあ、二輪の免許を、取りに行く費用をトライクに充てるっていうふうに考えられてもいいのではないでしょうか。もう少し具体的に言うと、日本全国には道路交通法免許などと道路運送車両法登録などという法律があるのですが、トライクの解釈が双方で微妙に異なっているということです。例えば道路運送車両法では、速車付きオートバイまたは速車付き軽二輪に分類されて、道路交通法では自動車に分類されるなど、おかげでトライクはバイクと車のいいとこ取りということなんですね。一般的なトライク、前一輪、後ろ二輪、左右対称構造、後輪駆動は自動車として扱われるため、公道で運転するには普通自動車以上の運転免許が必要だということになります。二輪免許では運転できないということです。逆の言い方をすると、四輪免許を持っていればバイクの免許がなくても 125cc クラス以上のトライクに乗れるということですね。しかもトライクのベース車がオートマチックミッション、スクーターなどの場合は普通自動車オートマ限定免許で運転できてしまいます。逆に普通自動車オートマ限定免許の方は、ミッションタイプのトライクは運転できないので注意をしましょう。ヘルメットの着用となりますが、免許区分が自動車ですからヘルメットの着用義務はありません。ただし危険ですのでヘルメットの着用をしてほしいと思います。法定速度ですが、一般道路では60キロ、高速道路では80キロと車と同じ扱いになります。有料道路の通行料金はバイクと同じということです。 ETC も利用できます。違反した場合ですが、免許区分が自動車ですから交通違反、速度超過や駐車違反などを犯してしまった場合は車と同じ扱い、罰則等を受けます。駐車場ですが、一般的には自動車として扱われるので車のスペースに駐車できます。車検ですが、排気量が 50cc 超、250cc 以下の場合は速車付き軽二輪となり、車検は不要になります。次に任意保険の話になりますが、排気量相当のバイクと同じ任意保険に加入できます。次に維持費ですが、 125cc 以上、 250cc 以下クラスは速車付き軽二輪に分類されるので、 250cc 以下のバイクと同じ維持費になります。今回はトライク 250cc は普通免許で運転できるのかっていうことについてお伝えしました。それでは皆さん、楽しいトライクやバイクライフを楽しんでください。トライクが魅力ある乗り物だとお伝えできればと思いますので、チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。じゃあねー。